皆さん、ついに夢のソフトが誕生しました。ここマリオホールにはそのプレミアショーにたくさんのマリオスターたちが駆けつけております。はい、スーパーマリオブラザーズ、マリオ2、マリオ3、スーパーマリオ USA。 Ladies and gentlemen, This is Super Mario Collection。 いやー、すごいソフトができたもんだね、マリオ。僕もびっくりしちゃったよ。あのファミコンの名作スーパーマリオシリーズの4つのゲームとおまけにもう一つ可愛いゲームが全部まとめて1本のスーパーファミコンソフトになったんです。そしてなんと今回はセーブファイルがそれぞれのゲームに4つずつもついているから、今度こそエンディングが見られるわ。クリアしたステージでもじっくり攻略できるなんて喜びの声も聞こえてきそうです。その上、コントローラーの操作方法も2種類のうち使いやすい方をセレクトボタンで選べる親切さ、いやー、にくいですな。まあ、何はともあれご覧ください。スーパーファミコンならではのこの美しいグラフィック、冒険しながら風景も楽しめます。そしてほら、豪華なサウンド。ちなみに懐かしいファミコン版と比べてみると、マリオ、マリオもこのグレードアップには言葉が出ないようですね。ゴージャスに生まれ変わったキノコ王国の大冒険、おなじみのキャラクターたちもくっきりはっきり。僕ってハンサムだったんだな。ルイージもスマートになりました。高画質高音質、おまけにセーブ機能までついちゃったマリオ尽くしのこのソフト。じゃあマリオ、いよいよ4つのゲームを見てみようか。出ました、これぞ記念すべきスーパーマリオブラザーズ第1弾。大魔王クッパにさらわれたキノコ王国のピーチ姫を助けるために我らがマリオとルイージの大冒険はここから始まった。いや、懐かしいね、マリオ。今や僕もスーパースター。ゴールするとほら V サインまでしちゃうんだよ。なんと偉くなったもんですね。続いて登場、スーパーマリオブラザーズ2。マリオとルイージ2度目の冒険はコースに大きく変化がついて、実はシリーズ中一番難しいなんて噂もちらほらあったんですよね。ところで、あの裏技今回もあるのかな。もちろんだよ。いや、さすが泣かせてくれます。これまた嬉しいスーパーマリオブラザーズ3。そしてマリオ3といえば、しっぽマリオ。これで初めて僕も空を飛べるようになったんだ。しっぽを振って空まで飛んで、マリオの行動範囲がますます広がったってわけですね。そして忘れちゃならない小憎らしいコクッパたちもこのマリオ3で初登場。結構手強いんですよ、これが。新しくなったマリオブロスはマリオ3のタイトル画面で選べる対戦型の可愛いニューゲーム。マリオとルイージで、これはどうも、あった、危ねえ、危なかったと思ったら、その時にドタンと、いやいや、どうも失礼しました。スーパーマリオ USA はアメリカ帰りのワンダフルなゲーム。このゲームではプレイヤーは主人公を4人のキャラクターから選ぶことができるんですよね。地面に埋まった野菜を引っこ抜いて投げつける。この攻撃が結構癖になっちゃったりして、でもなんといってもスーパーマリオ USA といえばキャシーことキャサリン。おー、一段と美しくなったこと。一段と怖いかもしれない。マリオシリーズの4つのゲームが1本に集まったスーパーマリオコレクション。昔ハマった人も、そしてこれから始めようという人も、オリジナルの興奮をそのままに美しく豪華に生まれ変わった、まさにマリオシリーズの永久保存版、スーパーファミコンソフトスーパーマリオコレクションを心ゆくまでお楽しみください。